濁った海高校2年生の今頃俺と友達が海で体験した出来事この時期になるとちょっとずつ海開きするところが増えるけど俺たちがよく行ってた海はまだ人がほとんどいないそういう人がいない時期には友達3人計4人でよく沖までボードを越いてた 4人で乗るとほぼいっぱいになってしまうボートにジュースやお菓子自作の怒りを乗せて沖へ出てた人がいない時期にこんな遊びをしてたのも子供が真似をしたら危ないということだったが今考えると結構俺たちも危ない遊びをしてた遊びの内容は毎回少しずつ砂浜からの距離を伸ばして海中を探索するというもの 晴れたた日日はほぼ毎日行ってたので前はこの辺だったから今日はもう少し進もうみたいな軽い感じでボートをこいでた場所が決まったら怒りを下ろして海に飛び込むこの時いつも誰か一人はボートに残る約束をしていたその奇妙な出来事が起こった日ボートに残ったのを「秋」だとして。 海で探索してたのは、のぼるちき俺探索といっても怒りからボートに伸びたロープをつかみながら海底に潜って付近をうろうろするだけ水がきれいなので周りをよく見渡すことができたそして息が続かなくなって海面に上がっての繰り返し 今思うとあの元気な時だからできた遊びだった前置きが長くなったけど奇妙なことが起こったのはもう一度潜った後の話「俺は足元に何かないかな」って下を向いてたら昇が肩をたたいた昇は沖の方に指をさしてた して見てみると海が濁ってたいつもと違いその時は本当に何も見えない状況だった登は千秋にもその異変を伝えて3人で「何だあれ?」と面白がって見てたその着が「う のすごい音量で誰かが水中で叫ぶ声がしためちゃくちゃびっくりして登ると千秋を見たけど二人とも驚いてる確かに人の声だったんで怖くなり急いで上がろうとしたけどなんと金縛しばり三人ともロープを掴んだ状態で全く動けなくなったでも不思議と苦しくなかったしばらくしたらまた声が聞こえた ああ苦しい水の中での声だったんで聞き取りにくかったけど「苦しい」だけはちゃんと聞き取れたその声の直後濁ってる海からスーッと女の子が出てきた水着を着てて小学校高学年ぐらい 泳ぐというよりも歩いて出てきたと言った方が正確で水中でできるような動きじゃなかったこっちにゆっくり近づいてくるんだけど逃げることも顔を背けることもできなかった時々何か言ってるんだけど聞き取れなかったそしてついに女の子が登るの前に来て登るの腕をつかんだ。 その直後、濁った海から黒い海水パンツを履いたおじさんがすっと現れた年齢は40代ぐらいだと思うおじさんもゆっくり俺たちの前に来て昇をつかむ女の子の手を持って何か言ったこれも聞き取れなかったんだけど女の子は手を離した 2人で何か会話してたがおじさんは女の子の手を持ち2人で濁った海の方へ消えてった女の子は残念そうだったそれと同時に体が軽くなり急いで海面に出た3人ともただ呆然としてたけど笑いながら「お前らどんだけ息続くんだよ」って というアキラのおかげで現実に引き戻されたアキラにも事情を話しその日に花とビールとお菓子を海岸の海を見渡せるところに置いておいたそれ以降ボートでお消出るのはやめた。